こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日のテーマはこちら、粒揃いの初受け&初攻め BL CD 期待の新生声優一気見2023年秋。わー、はい、ちょっとババッと今言いましたけど、はい、今日史上最長のタイトルかもしれない、はい、言いたくて言いました、はい、はい、もう今回はですね、うん、BL CD の話をしたいです。皆さんね、はい、大好きですもんね。すごい好きなんですけども、はい、まあ、その中でもね、まあ、いろんな本当に大活躍されてる声優さんいらっしゃると思うんですけど、うん、期待の新生声優というのも、はい、まだメインとして出演したことがない方、うんうん、他の脇役とかサビキャラで、出られたことはあっても、うんうん、まだメインのこう攻め受けとかには入ってこなかった方々が最近結構出ていらっしゃってるんですよ、うん、メインとして。すごい。なのでちょっとぜひそこに注目して、はい、今後もねメインキャラが増えていくかもしれないじゃないですか、はい、そうですね、先にいち早くチェックしたいなということで今回は紹介させていただきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、今回は BLCD メインデビューする声優さんを5名紹介していきたいと思います、はい、じゃあまずお一人目こちら大塚武雄さんです。はい、それは結構ご存知の方もかなり多いのかなと思いまして、うん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 、まあ、というのもあのアニメだと推しの子って赤役だったりとか、ね、うんうん、水星の魔女にも出演されてたりとか、本当に名前を見る機会がそうですねすごく多いというか、はい、国的にはあの、まあ、サイド M とかにもね、うんうん、出演されてて、そういった印象もある、うんうんうん、結構低音ボイスが特徴で、はいはいはい、めっちゃかっこいいんですよ。本当にお声がなんか芯があるし、うん、太いし、あの信頼できる感がすごい出てて、はいはいはい、大好きなお声なんですけども、うんうん、今回あのまだ発売前にはなるんですけども、うんうん、右野ヤギ先生の流れ星、はい、で、初めてメインとして、しかも BLCD 発メインで初受けなんですよ。お、初受け、もうなんか全部初めてじゃないですか、はい、初メインってことは。そうですね。でそれをまあこの作品でされるということで、うん、はい、いやこれ原作もね、結構分厚めでしたよね。そう、めちゃくちゃ分厚くて、しかも今回演じられるその受けの方が結構浮世離れした美人というか、はいはいはい、年上美人ミステリアスな感じなんで、まさにそういうちょっとこう、うん、なんか安心感はあるけどどっかこうちょっとミステリアスなところも、ところがすごい、どうなっちゃうんだ合いそうだなと思いました、うん、楽しみ、めっちゃ気になりますね、はい、しかもなんか低音だから年上感結構出そうな感じ、うん、勝手なイメージですけど、これがまあ11月の最後の方にね、はい、発売なので、え、もうすぐだ、もう1ヶ月ちょっとぐらい、わーい、楽しみすぎるちょっとね、なんか視聴とかが出たらもうそそくさと聞きに行こうと思いますはい、お二人目はこちらです。高田翔吾さんです。はい、こちらだとそうですね、アニメだとチェンソーマンの秋ですか ね、 うすね、もう出演されてて、あのお名前私も結構前からなんか拝見したことあるなって思ってた方だったんですけど、うんうん、今回メイン初なんですね。そうですね、なんかそれも逆に意外な感じもしますけど、あの12月に発売される2作品あるんですよ、うんうん、びっくりしちゃって、12月1日に、ピットスポルムが出て、うんうん、12月24日にインマクンデリバリーで、それぞれ、ピットスポルムの方が初攻め、うん、でインマクンデリバリーの方が初受け、はい、すごい、12月でどっちもっていうすごい、いやどっちも楽しめるのやばいっすね。12月1度で2度おいしい、1ヶ月の中でね、ありがたいことに、しかもなんか全然キャラ違うじゃないですか。そう、作品のねなんかこうテイストというか、うんうんうん、系統も結構違くて、フィットスポルムの方は結構、はいはい、なんかこっちは攻めは結構遊び人で強くて、ね、でなんか余裕のある感じだけど、でも影がある感じだし、ね、インマくんデリバリーの方は、うんうん、あの本当にちょっとこうぶっ飛んでる、いやインマくん役ですよ言ったら、そうインマくん役なんですよね。そのまた可愛くて、いやどんな感じになっちゃうんだろう、なんか、うんうん、この表紙のイメージとかもね、うん、もう全然違う2作品で、うん、きっとそれぞれでまた全く違うこのお声を見せてくれるのではないかと、はい、期待しかない。そうですね、このピットスポルムはあの2冊を、はい、2冊分のお話を CD1 つって感じで発売されるそうなので、うん、はい、ボリューム的にもねすごいどちらも楽しみなところです。3人目はこちらです。
広瀬優也さんです。はい、すごいたくさんの作品出られてるも有名な方ですけども、うん、まあ、グリッドマンだったり、うん、あとアイドルセブンとか出演されてる名前も本当によく見かける方って結構こうツンデレキャラとか、うん、なんか高めな印象かなって私は思ってるんですけど、で何に出るのだろうと、はい、ワクワクしてたら、はい、秋地早先生のバーチャルくんお隣さんから逃げたいに出演されるそうです。わーい、攻めです。私これびっくりして、うん、攻めって結構なんか年下攻めの作品じゃないですか、うん、だけど見た目が結構大人っぽいというか、そう、私最初これ原作読んだ時に、うんうん、攻めのこと年上だと思ってて途中まで思います。なんか大人っぽいですよね、かなり、うん、でなんかそれをあの年下感のあるこうなんか広瀬さんがこう演じられることによってまた変わるというか、はい、うんうん、もう発売済みなので、うん、ちょっと聞かせていただいたんですけど、めちゃめちゃいい本当にあの受けの方が増田俊樹さんが演じられてるんですけども、うんうん、なんかその受けが結構元気な感じ、うん、わちゃわちゃって感じに、うんうんね、とこういい感じのコントラストになっていて、うんうんうん、年下だけど、うん、でもちょっとしっかりしてるかももちろん出しててっていう、うん、その高音な高い感じで可愛さもなんか見えつつ、うん、でも攻めなんですよちゃんと、あ、なんかバランスがすごい好きでしたね、うんうん、個人的なんですけどボイスコミックがすでに出てて、うんうん、あの佐原先生とトキくんっていう、はいはいはい、あの漫画原作の BL があって、うんうんうん、もう YouTube に普通にボイスコミック上がってるんですよ、うん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 、それを結構前に聞いたんですけど、あの先ほど紹介した大塚明夫さんと共演されてて、はい、あの受け役で出演されてて、はい、トキくん役なんですけど、はい、トキくんがなんかすごい可愛いヤンキーなんですよ、うんうんうん、可愛いヤンキーもすごい可愛く演じられてちょっとこのボイスコミックで私はだいぶやられまして、はい、もう原作好きな方とかもぜひ聞いていただきたいですね。4人目はこちらです。沢城千春さんです。はい、沢城さんといえば、うん、私結構歌声とかが印象的な感じで、あの A3 とかに出演されてたりとかあるんですけど、うんうんうん、あの沢城さんも今回初 BL メインで初攻め、はい、あ、はい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 、なんですけど、うん、あの今回出るのが、うん、あの山本杏先生原作の可愛いだけじゃ満足できない、うんうん、で、かの有名なね、はい、幼馴染じゃ我慢できない、うん、でそこでもうすでに出演されていたもうカップル役あったのが、ね、今回はスピンオフという形でもうメインで出演になるんですけど、はい、ちょっとびっくりしたのが原作、うん、すごい新しいですよね。そうなんですよ、原作のこの単行本が今年の8月の22とかに出てて、うん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 、このドラマ CD の発売がその3ヶ月後なんですよ、うん、そう11月22 いい夫婦の日、はい、確かに早くて、いや、まあ、待ってた身としてはもう大変ありがたいんですけど、うん、はい、楽しみすぎますねこれは。いや、もうすごい贅沢ですよね、もう我々からしたら。しかも可愛いカップルなんですよ、すごく、うん、すごい好きだったんですよ、はい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 、前作のね、うん、スピンオフになる前の方読んでた時からすごい気になって可愛い好きだなって思って、それを見れると、うんうん、しかもなんか攻めだけどそこまでオラついてる感の攻めじゃないじゃないですか。あ、そうですね、可愛さもちょっとあるっていうのが、うん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 、まさになんか私の中のね、なんか沢城さんがこう演じられる、うん、その感じとすごいこうマッチしててめちゃくちゃもう嬉しい、嬉しいばかり。いいですね、この見た目で意外と子供っぽいっていうのがね、でそれがこのもうさらに可愛いね、この受けの、はい、受けが堀江俊さんが演じられるんですけども、うん、そこと、うん、マッチしまくり、はあ、相乗効果で多分とんでもない空間が出来上がるのではと、いや、楽しいですね、しっぱなしです。はい、はい、最後に5人目に紹介するのはこちらです。市川葵さんです。はい、はい、市川さんといえばそうですね、ツイステだったり、はい、あと鶴音にも出演されていて、うんうんうん、お声が結構高いんですよ、うん、あ、はいはいはい、すごく高音で、でしかもちょっとハスキーボイスな感じもあって、もうすごい聞いたら好きになっちゃうんですよ、すぐその声にはいはい、はい、でなんか、まあ、お調子者系とかやったりも全然できるけど、こう落ち着いた役も本当にいろいろその高音でこう演じ分けられていて、その演技力とかもめちゃめちゃ素晴らしいなって思っていたら、もう今
メインですよ、うん、わーい初 BL メイン で初受けだそうです。はい、こちらですね。それがね、そこの出る新田立花先生のセブンティーンシロップスが出ますね。もういやでも今のその声の感じ聞いてめちゃくちゃ合ってるなって思いました。うん、なんかこういう見た目だし、うん、なんかそういう感じの先輩じゃないですか。結構つかみどころのないちょっとこうなんだろう、お調子者ではないけど、なんかこうね、あのふわっとしてる感じのところがすごい合ってるなと思ったんで、いいっすよね。なんか、うん、パッと見ちょっと幸薄い感じとか、あ、そうですね、もう高音っていうところとすごい合ってるのかななんて思ったり、うん、で先輩受けですからね、やったー。これ結構楽しみなんですよ。なんか勝手に市川さんの演じられるキャラって先輩よりもなんかもうちょっと年齢感低いみたいな感じかなっていう印象を持ってたので、はいはいはい、そうじゃなくて先輩しかも受けっていう、もう楽しみ要素しか揃っていないということで、もう、はい、これも11月末にね、うん、出るので大変楽しみですね。もう攻めが年下っていうか、はい、後輩になるんですけど、攻めの方は島崎信長さんが演じられるということで、一体どういったドラマシリーズになるのかもう楽しみでございます。はい、ということで今回は、この度 BLCD 初メインデビューという、はい、声優さん5名を紹介してまいりました。もう皆様ね、あの、はい、まあ、初 BL の方もいらっしゃったり、うん、まあ、脇役で活躍されてたりっていう、うん、様々な方がいらっしゃる中で、うん、初受け、はい、初攻めってもすごい、私たちにとっても初めて聞いたことのない世界をね、はい、また見せてくださるということで、もうずもう本当楽しみなんですよ。いやいいですね。一ファンとしては楽しみすぎて、うんうん、なんか今回は、まあメインデビューって形で5名紹介させていただいたんですけど、はい、もちろん他にもたくさんいらっしゃいますし、うん、はい、そうですね、最近出演がこう増えている方とかも本当にたくさんいらっしゃって、いやありがたいですね、うん、未来が明るい BLCD のそうですね、あの千葉翔也さんとか、はい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 、あと8月に出ました、うん、好きって言ったのお前だろうが、で私この原作がすごく大好きなんですけど、まあ、同じく出演がすごく増えていらっしゃる、うん、あの浅上さんとご一緒に出演されていて、はいはいはい、あとジャッカスのスピンオフとして、うん、保坂さんと三好くんの、はいはいはい、ドラマ CD がいるんですけども、うん、こちらもかなりこう久しぶりというか西山幸太郎さんが出演されて、はい、あでも初攻め、そうなんですね、もうすごい楽しみですね、うんうん、メインとして初めてって感じなんですけど、他にももちろん出られたことはあって、うんうんうん、であとかなりなんかお久しぶりに描けるって方もすごい最近いらっしゃって、はいはい、最近出たと子連れオメガと暴君ヤクザ、うんうん、7月ぐらいですかね、はいはい、出た PLCD もとオメガの受け役で高梨健吾さんが出演されていて、もうすごい久しぶり、はい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 、でもう嬉しすぎて、うんうん、原作も大好きだし、うん、このドラマ CD 版もすごいもう好きになったんですけども、本当にたくさんの声優さんがね、うん、こう昔からいる方だったり最近こうどんどん出演が増えている方だったりいらっしゃるので、もうどこに注目すればいいのかみたいな、もう目が足りないぐらいになっている、本当にたくさんいらっしゃる、豊作の秋さすが秋なのでね、はい、BLCD のもう声優さん方が豊作ということで、もう今回は本当にたくさんちょっとババッとしてしまったんですけども、はい、もうきっと皆様の癖に刺さるドラマ CD だったり、はい、まあ、原作はもともと好きだからそこからドラマ CD を聴こうっていうだったり、いろんなルートがあると思うんですけども、ちょっとまだ聞いたことない方はぜひこの機会におすすめしていきたいと思います、はい、本日紹介させていただいたもうたくさんの作品、はい、これ以外にもまだまだたくさんございますので、うん、そちらをもうかなりのボリュームでまとめた記事がちるちる内にございますので、記事のリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひ飛んで時間をかけてじっくり見てみてください、はい、それではバイチルー。